皆様ごきげんよう。本日は29日に行われる大人ランドマーク5の牛久潤太郎 VS 朝倉みくるの試合についてたくさんの格闘家の方たちが勝敗予想をしていたのでまとめました。皆さんの見解や展開予想がすごく面白かったのでぜひ見てくださいね。まずは滝沢健太選手。自身の YouTube で今回の試合の勝敗予想と見解を語っていました。朝倉みくる選手はめちゃくちゃ金あるし絶対に忙しいのに ちゃんと強さを保ててる。しかも、斉藤戦のリベンジでは、ちゃんと強くなって戻ってきた。本当にすごい。牛久選手が勝つイメージない。難しいと思う。打撃ではきついだろうし、歌え弱いイメージある。朝倉みくる選手は腰も重たいし、テイクダウンはされないと思う。もし、テイクダウンできても、極めるのは難しい。予想は朝倉みくる選手の1ラウンドか2ラウンドで KO 勝ち。 次はこちら。2019年に朝倉未来選手と戦って、惜しくも判定負けした八千祐介選手。二人とも練習したことあるんですけど、やっぱり打撃に関しては朝倉選手が一枚上手。牛久選手はスタミナが化け物。組みに行った方が勝機はあると思うが、組み切るのも上手なので打撃勝負せざるを得ない状況になると思う。牛久選手はオールラウンダー。何十ラウンドもできそうなくらい、スタミナがすごい。朝倉未来は打撃。 組み立て、打撃のキレ、そして殺しもある。打撃は全般強い。朝倉選手が判定で勝つかな。次は、佐々木うるか選手。自身の YouTube で、勝敗予想を熱く語っておりました。朝倉選手が久しぶりの MMA なのが懸念だけど、前のバンバン試合してた時のパフォーマンスレベルに戻ってるなら、朝倉選手が勝つと思う。しかも、1ラウンドで KO すると思う、普通に。 牛久選手がケージレスリングしても、朝倉選手も腰が重たいし、ケージレスリングもできるので、あと、ディフェンスも上手なので、倒されないと思う。大木久保選手、こちらも自身の YouTube で勝敗予想をされていました。 朝倉未来選手は打撃のイメージ。牛久選手はオールラウンダー。朝倉選手は左の蹴りが強く、腰もかなり強い。けどケージだと牛久選手が有利になってくると思う。タックルも打撃もできる牛久選手の方が攻撃の幅が広い。相性で言えば朝倉選手の方が良いが、ここ1、2年の伸びとかモチベーション含めて牛久選手の方が乗っている。朝倉選手の左範囲にだけ気をつけていけば牛久選手が削っていって判定勝ち。 ホベルトサトシソウザ選手、自身の YouTube で勝敗予想をされていました。牛久はライジン来てからすごく強くなったけどまだですね。まだ朝倉みくるが勝ってる。 朝倉は試合の中ですごい天才。もちろん、ウシクにもチャンスあるが難しい。ウシクはフィニッシュがない。朝倉は1ラウンドから3ラウンドまで KO パンチ持ってるし、試合のコントロールがあるから、この試合は朝倉が勝つ。続いては、元 K1 選手のマサトさん。どちらとも YouTube でコラボしたことのある上で、勝敗予想してました。お互い打撃のパワーがめちゃくちゃある。組んだ時の力もめちゃくちゃある。ウッシーは普段から節制して減量がほとんどないって言ってたから、いつでもコンディションはいい。 一方でミクル君は今のコンディションが気になる。ミクル君は富も名声も手に入れちゃったから失うのが怖くて最近のファイトスタイルはイケイケではなくなった。けどなんや、かくくんやミクル君が勝つと思う。そこ力で。お次は朝倉ミクル選手と試合したことのある萩原京平選手の勝敗予想。メイウェザー戦でボクシング技術も上がってる。ブランクがあるから不利っていうのはないんじゃないかな。 寝かすのも難しいし、打撃の距離感も朝倉選手が有利な距離。朝倉選手が KO で勝つんじゃないかなと思います。最後は朝倉ミクル選手と因縁のある平本蓮選手の勝敗予想になります。朝倉ミクルにとって、不思は相性は悪くない。やりやすそうというか、自分が好きそうなタイプだよね。どっちが勝つかは、試合になってみないとわからないけど。 と、少ししし濁の平本蓮選手でした。いよいよ明日ですね。メインはもちろん他のカードもすごく楽しみです。ダブルメインは勝敗結果で、浅倉みくる対平本蓮も決まりそうなのでドキドキですね。皆さん楽しみましょうね。